皆さんこんにちは。皆さん、今日私のチャンネルでゲストは誰だと思いますか？じゃらーん、たらーん、ラナさんでーす。ラナ、やっと会いましたよね。会いました。本当に誘っていただきありがとうございます。ラナね、この間は私ラナのチャンネル出てとても楽しい時間を過ごしましたよね。モルドバワインを飲んでとっても楽しかった。今日はラナを私のチャンネルに誘いました。ありがとうございます。ラナちゃん、これからどこ行くと思いますか？どこかな。でもなんかこういう車に乗ってるっていうことでちょっとすごい素敵なところだなって思います。素敵なところ行きます。昨日はね、私は1週間は3回も行ってるお店をラナさんに紹介してあげたい。行くお店は鉄板焼き。鉄板焼き、私は鉄板焼きも初めてだし、そうなの？そう。なんか鉄板焼きはさ、すごいこう高いっていう、高めの料金っていうイメージがあって、ね、だからちょっとまだ行ったことがなくて、あとベントリーも乗ったことないし、あと日本の車だと大体逆側じゃないですか。そうですね。そう、はい、だからこっち側も座ったことないんですよ。あ、そうなんですか。そう、よかったという感じで、鉄板焼きに行くことになるとは全くなんか思いませんでした。沢というお店です。赤坂にあります。そうそう、結構昼もやってる。こんにちは。こんにちは。いいですか？どうぞ。お願いします、はい、すいません、全然想像がない。ママ、これはラナさんです。すごい有名な YouTuber。 ラナさん有名ですよ。とても有名です。はい、所属。はい、大丈夫。私は5度8分。よし、低い。死にます。それラナちゃん、ありがとうね。いや、こちらこそありがとうございます。すごい温かい感じでしょ、うん、あとすごい匂いが美味しい。あのニンニクの匂い、うん、これはノンアルコールワインですね、はい、聞いたことないね、ノンアルコールワイン。0%。あ、本当だ。ピノノアルだしね。ラナ、はい、さん、ラナさん恥ずかしい。なんで恥ずかしい？恥ずかしいです。ママさん、一生懸命頑張ってるよ。年甲斐もなく頑張っておりますね。これは息子さん、息子さん、息子さんもすごい頑張ってる、はい、お父さん、お父さん、はい、お父さんも出てきました。父さん、イエーイ。お父さんの方はすごい家を描くのは上手です。だからこのお店に飾ってる家はみんなお父さんが描いてた絵です。そうです。そうですね。私でした。でも入った時にそう思いました。え、そうなんですか？そう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 。いやいや、本当にそう思って、だから後で聞こうと思いましたね。感じなんです。うん、アルコール。結構広げると首から下げるようにしてきてあります。このまま広げてください。今日何ある？イカとあと何ある？サーモン食べられる？じゃあサーモンもおください。サーモンも一つ。サーモンも初めての。初めてパン焼き食べて、まあイメージなんとなくわかりますけど、そう、私なんかなんだろう、機会がない。サラダから、はい、ワインで乾杯。ノンアルコールワイン。ノンアルコールワインも初めてよ、私は。ノンアルコールワイン、確かに。そうですね、私もノンアルコールビールとかは飲んでたんですけど、前にはなかったですね。すごいよ、ノンアルコールワインけど本物のワインみたい。そうです、酔わないで。おね、いいね、うん、これはイカとサーモン。イカとサーモン、いいね。私の大好きのイカ。ねえ、イカ。
ラナはいつも自分のチャンネルでイカばかり食べてるから。そうなんですか。そうそうそう、だからよかった今日イカで、ね。ママここのお店も何年ですか？23年。すごいですよね、23年で。肉は東京で一番美味しいじゃないですか、ここは。いや本当に美味しい、すっごい美味しい、食べたらもうびっくりするぐらい。ガーリックは召し上がれますか？はい、いただきます。ガーリックお願いします、たっぷり。ママこのガーリックはここで作ってるで。はい、はい。なんかあの昼はここ通るとすごいガーリックの匂いする、外は。そうですね、だから美味しそうだよ、すごいガーリックの匂い。だけど昼は本当にここ通るだけですごいガーリックの匂いする。たまにあのガーリックだけ作ってる時があるから。そう、ガーリックだけ作ってる時だけで、私ねこの間あの私のワンちゃんと撮ったらここからすっごいいい匂いが出て、でうちのワンちゃんは中まで入ろうとした、すごくいい匂いだったから。これサーモンもね、なんかサーモンの種類あるんですか？種類ってのはありますけど、はい。これはノルウェー。ノルウェー？ノルウェーサーモン。あ、そう。なんか詳しくないサーモンのこと、いろんなあるからサーモンはすごい難しいと思います。あ、日本でいう鮭とはちょっと違います。日本の鮭と違う。はい、すごいこれ。わわ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 。一家にウィスキーですか？いや、ブランデーです。ラナちゃんは鉄板焼き初めてだから一生懸命一生懸命取ろうとしてるね。いやだって火がちょっと待って、肉の方はもっと出るよ、肉の方楽しみましょう。時間3回4回でも平気よ。大好き。ここの皆さんね、このお店に来たら、私はこのお店1週間3回ぐらい来てるから、もしかして私に会いますかもしれない。ぜひ来てください、一緒に食べましょう。ずっとこの席にいるよ。あとまあ会わなければ小里さんの絵と会えるので。そうです、ね、必ず会えます。いや彼女本当に日本語上手、びっくりするぐらい。で、あの彼女の番組見てください、今度は私も出てるし。ランナさんです。はい、ランナの、なんというランナちゃん。晩酌。ランナの晩酌。あの、そう、いろんな外国人の、あの方とこう日本のについておしゃべりしたり、まあ、お酒飲みながらおしゃべりしたりとか。すごい面白い。あとカルチャーショックの話とかいろいろしてるから、とても面白いです。これはソースですよね、はい、バターとレモンと醤油、醤油。これはまた美味しいですね。おー、あー、なるほど。そう、これはすごい。バターの香り。そうね。あ、イカと。はい。これは美味しい。これはこれから食べます。ラナちゃんは大好きなイカからいきます。どうですか？めっちゃくちゃ美味しいです。すごい味付けがすごいです ね。すごい美味しいよね。すいません、あのね、私はねこのお店は何回何回一週間何回来てもいつも美味しい、おいしい、おいしいしか言えない。なんでというか本当においしいんだから。このイカはラナすごいおいしいよね、うん、柔らかくておいしい、うん、あとこのソースはバターソースとレモンと醤油はものすごい合わせがいいよね。そう、なんか相性がすごいいい。そうそうそう、だから本当にここおいしいよね。ラナさん、ガーリックライスは平気ですか？大丈夫です。大丈夫。ニンニクが好きだから。あ、そうなんですか。ここはね、あの例えばガーリックライス食べない方は白いご飯に目玉焼き作ってくれるから。注文で何でも作ります。何でも焼けますよ。焼きそばも、焼きそばも言っていただければ、ご飯の代わりに、ね、お好み焼き、お好み焼きも作ろうと思えば、ね、頼めば作れる。あとはスパゲッティとかもね。あ、スパゲッティも、あとカレー、昼はカレー、カレーはまた美味しい。ここは
あと何でしたか。あ、ハンバーガー。ハンバーグ。ハンバーグ。ハンバーグ。そうそう。ハンバーガーじゃない。ハンバーグ。私は本当にハンバーグとハンバーグいつも間違えてる。私も一緒にいつも間違えてる。やっぱりでしょ。なんか違いが全然わかりますけど、なんかどっちもどっちだったっけって毎回。テンダーロインですよ。お父さん出てきました。ちょっと一口だけ聞いていいですか。忙しい一言一口だけ聞いていいですか。どうしていつもここの肉はこんな美味しいです。それはもう僕が吟味してるからですね。あのいつも頼んでるところ一緒ですか。もう何年ずっと。すんごい。でいつも大体どこの肉ですか。ここは全国どこからでも入ります。あ、どこか。でもいつもいつも僕の目にかなえばどこでも入れる。でもすごくいつも柔らかくて美味しいじゃないですか。どうして選んでるんですか。あ、分かってる。この部分は美味しいですよ。選んでるね。変なの持ってきても返品だ。あ、ダメですよ。あ、すごいですよね。ありがとうございます。いつもこう品質を落とさないように。ありがとうございます。本当にいつも美味しくいただいてるからありがとうございました。頑張りがいがありますよ。はい、そう言ってもらうと。そう、いつも。あとちょっと一言多いから、一言だからな。美味しい。おー、すごい美味しそう、ね。野菜はちょっと見せていただいていいですか。どういう風になってる。おー、100回ぐらい来てるんじゃないですか。そう、ここ本当に美味しい。ランナさん、いや、もう分かってます。いや、キヨの肉は食べたらもうまたここは絶対行きたいなと思う、うん。あのこの間あの近所の人来たでしょ、木曜日。はい、どんどん焼けていくからどんどん召し上がっていただきます。はい。美味しい。ジューシーで美味しい、ね。あと味付けが塩でシンプルだからすごい、うん、椎茸の味がしっかりしてます。で椎茸結構大きいですよね。そう、椎茸味付けはシンプルですね。ここにあるで塩と塩と醤油しかとんない。そうそうそう。だから好き。あの私たちの国もそうだから、塩と胡椒だから、ね。やっぱ味付けはなんかシンプルにした方が一番と素材の味が分かるから。ね。ロシアのお客さんが結構前は来てたの。ロシアのお客さん？だってマトリョシカあるよね。ありました。いただきました。お客様から、ロシア人から。これは結構大変じゃないの？そうですよ。力入れなきゃいけない。でもね、ここは鉄なのね。だからもう雨が降ったりとか。湿気が多い時はね、次の日の朝に真っ赤になって。ここ？なんで？鉄だから。錆びてる。ああ、そういうこと。錆びてる。そうなんですか？真っ赤になるんです。すごい。鉄板焼きはもともと日本の料理？そうですね。あのお好み焼きみたいな感じですよ。ちょっと違うのはね、お好み焼きはこういう風なあのガスのバーナーが縦に、はい、こういう風に入っていて全部が温まる。はい、これはね、こういう大きなのが一つこうなってるのあるじゃん、丸い、はい、丸いの入ってる。あとね、この厚みだ、鉄板の厚みだ。お好み焼きのは多分の半分ぐらい、半分以下だった。これは23ミリだ。23ミリこれ。でお好み焼きの方がもっと薄いかな。薄いから、よく温まるんだけど、これはなかなか温まらない。なかなか冷めない。だからお肉乗せても冷めない。で鉄板焼きはもともと日本から海外にも行っちゃったということですね。へー、すごいね。日本では鉄板焼きというのは高級な料理、あの普通な料理、どっち？高級ですね。高級ですよね。あんまりあのなんという毎日じゃなくて、例えば1週間を3回みたいには私みたいには食べられないですよね。私ほぼ10年住んでてまだ食べたことないで。すごい良かったね、今日ラナちゃん誘って。すごい良かったです。ありがとうございます。
いろんな鉄板焼き行ったよ、あの帝国ホテルとか、うん、ウカイとかいろんな鉄板焼き行ったけど、あの見た目はすごいゴージャスで綺麗だけど、ここはここも綺麗、ここなんかあのなんていう家にいるみたい、すごい暖かい感じと思わない？そしたらあのお肉は本当にもう比べがない、どこ行っても比べがない、とっても美味しい、ここの言われるでしょ、ママみんなに、ここはすごい美味しい、ありがとうございます。全部同じ番号だけど、組が違う。あんまり怖いらしすぎる。行きますよ。うふぅ、なにこれ、お祭りみたい。すごいよね。美味しそう。これはね、あの、好みは、このソースにママ何入ってる？これはコースラディッシュと大根おろしと、はい、それからお醤油の見えるのはお野菜を煮たタレです。はい、で塩か胡椒。はい、塩と胡椒。じゃあ塩とこれでいきます。タレの方。タレの方。どう？すごい柔らかいよ。言葉ない。うんすごい美味しいですね。ありがとうございます。柔らかい。ちょっとこれは今度は塩と胡椒で。うん、すごい。食べます。うん、すごい美味しい。やっぱ日本一ですね。間違いなければ本当に美味しい。本当に間違いなかった。美味しいでしょ。めっちゃ美味しい。美味しい以外のは何か違う言葉ある？これもやしですね。はい、ナス。あ、ほうれん草に書いたね。なかなか想像できない。鉄板でほうれん草、ほうれん草は一応茹でておいて、あのちょっとここで、あー、なんかソースと絡む、はい、バター、ほうれん草とバターと合う、合うですよね、ほうれん草とバターそうそう、ほうれん草とバター合うよね。私一回あのかぼちゃがなかった時、コーンあったよね。コーン食べたらすごい美味しかった。コーン美味しかった。絶対美味しい。そう、あれなんでかぼちゃなかった、あの時。かぼちゃはね、国産のかぼちゃがその新しくできたばっかりの時は水っぽくてダメなの。あー、でこんなにいつもみたいに美味しくできないやり。あ、そうなんですか。だからあの、でもコーンはあの時すごい美味しかったですよね。コーンの時期だったかな。そうですね、そう、夏はね、結構暑いですよね。暑いです。中から溶けたバターが出てくる。そうそうそう。響きが美味しそう。もう何年、私も2年、3年、3年ぐらいいらしてる。3年でもう離れないところから、肉食べたいときにここ。いや、すごい美味しい、本当に。本当に美味しい。そう、でも確かにここに先ほどこんな感じで来たら。逆にすごいこう家族みたいな感じだから、一人で逆にすごい、そうです、しゃべりしたいとか。そのとおりだ。ナスすごい熱い、大丈夫でした？うん、もう大丈夫。バターって感じ。もやしはどう？うん、あまり苦手？うん、全然食べてます。なんか野菜なのにデザートみたいな感じですよね。そう、うん、その通り。そう、あのすごい柔らかいし、うん、ナスはすごい、ナス美味しいですよね。うん、もう私ももともとナスすごい好きなので、ここの焼き方はすごい美味しい。
ここ肉の量もすごい多いですよね。多いですよね。多い、多い量、本当に多い。少なくしますか、これ。いや、少なくしないでください。はい、どうぞ。少なくしたら困る。お持ち帰りもするから。お持ち帰りして次の日を食べるとガーリックライスとこのお肉はすごい美味しい。少し。あ、いらない、いらない、本当にいらない。食べられるだけ召し上がって。はい、今もうほぼ10年間日本で暮らしてて、もちろん日本とか東京もすごい綺麗と思いますけど、やっぱちょっと綺麗さが違う意味、違う意味。そうだから今はちょっと懐かしいなって思います。でもちょっと大事にすればよかったかもな。サンペテルブル、うん、でもラナはサンペテルブルからすごいいい街から来てるよね。あれだって美術館みたいじゃないですか。うん、そうそうそう。すごい。サンペテルブルだったら、あの歌手さん知ってる？タニア・ブラノバ。うん、知ってます。大好き。へぇ。ね、サンペテルブルがすごいいいところから来てる。ママも知ってるよね。ロシアの人からいろいろ聞いてます。そうそうそう。モスクワより綺麗かもしれない、街として。うん、そう。なんか結構違う感じの作り方、そうね、街としても。そうそうそう。私モスクワ1回しか行ってないんですけど、モスクワは結構なんかロシアって感じだけど、サンクトペテルブルクはロシアっていう感覚よりかはヨーロッパの、だから結構いろんな、そうイタリア人とかフランス人の建築家さん、建築家さんがたくさんいらっしゃって、でその人たちはあのデザインしたりとか作ったりとかしてたので、やっぱちょっとイタリア風とかフランス風とかなってるところが多い。建物は全部がみんな綺麗だもん。そうそうそう。一回行ってみたい。サンペテルブルクというのはレニングラードだったよね。あ、私生まれた頃はレニングラードでした。レニングラードね。名前はレニングラードだった。最近聞かない。そうな。そうだから、レニングラードはレニンからだったから、で、レニンは落ちた時に、はいはい、あのもうな町の名前もサンペテルブルクにしました。そうそうそう。だって私は子供の時、あのレーニンが落ちた時にうちにチェックに来てた。あのレーニンの本が残ってるかどうか。バチをつけてて学校行ってたね。で、あのバチの顔はレーニンだった。そしたらあのレーニンの落ちた時に、あのもう家にもしレーニンのものあったら全部捨ててください。で本当にあのチェックしに来てた家に。でもしなんかレーニンのものあったらすごい国から怒られた。で全部レーニンのものを捨てて、で私の町にレーニンのあれなんだよ、レーニンが立ってた銅像が、あれもダメになった全部。そうそう、だからレーニングラードはサンペテルブルクになっちゃった。 なるほど、初めて聞きました。そうそう。でもうちはもともと町を作られた時もサンクトペテルブルクという名前でしたけど、はい、何回も変わって最後にまた一番最初の名前に戻ってきたって感じですね。歴史はすごい。行きたいな。行きたくなりました。ちょっと帰りたいよね。いやだって私1回しか帰ったことないから。何年間の中で？そろそろ10年。そうなんです。うん、いやなんか最初はやっぱ留学したりとかして、ですごいサンクトペテルブルクってやっぱ東京から離れてて、うん、ねやっぱ高いですよね帰るのは。でその次はやっぱ日本の会社に入ると長い休みは取れなかったりとか、うん、そうですね。そうで、ね、この2年前はコロナがスタートして、うん、だからまあまあまあなかなか運が。そうですね。私も3年も書いてない。3年もすっごいみんなに会いたくて。クリさんのところはチョコ便はあるの？ないない。私いつもドイツで乗り換えるか。ドイツかトルコ、トルコは一番早い。私だったらジャール、ジャールね。それかロシア あのアイロフロートあるけど、ジャールの方が。でもね、アイロフロートは危ないと言ってるんですけど、私1回乗った。TBS の撮影でモルドバ行ったね、おばちゃんのところを忘れて持ってきた。あの時私自分でチケット買えないから、TBS の人たちと一緒にいたから、初めて今までアイロフロート乗った。すっごい良かった。席が広い。エコノミーで席が広くて、食べ物美味しくて、でスチュアーデスがすっごいなんていうの、優しかった。アイロフロート、いつも聞いたのは良くない良くないけど、とっても良かったよ。
私はね、日本来る前に外国一回も出かけたことなかったから、そうだから人生の初めての飛行機で乗って日本に来て、そのまま日本で住んだ。なんかね、ラナさんは自分の番組のところ、例えばいろんな外国の人を誘うじゃないですか。私も行った。ですごい緊張してた。なんというすごい人がたくさん見てるから、あ、何を言えばいいとかすごい緊張したじゃないですか。でラナと会うし、いつも私見てるから、あの人と会うすごい憧れじゃないですか。で今彼女と一緒にご飯食べて、でなんかすごい可愛い話してる。私は初めて飛行機乗った、初めて鉄板焼き食べてる、なんかすごい信じられないぐらい。これ僕はラナちゃんですか？恥ずかしい。いや恥ずかしくないよ、ね、いやいや、とても嬉しい。お持ち帰りもしますか？はい、お持ち帰りもお願いします。お一つで、お一つでお願いします。ネギたっぷり。あー、でも椎茸、椎茸、すごい椎茸。これは芝漬け、芝漬け、でガーリックです。あ、これから塩、はい、塩ライン。おー、たっぷり。醤油は、ラナの晩酌、はい、ラナの晩酌ですもん。そう、いつも楽しんでお酒飲んでる。いろんなお店に行くの？いや、一番最初はそう、お店行ったりとかしてましたけど、コロナ始まってからもうスタジオを借りて、スタジオを借りて、でスタジオでこうなんか普通の、まあ、コンビニのおつまみとコンビニのお酒で一緒にゲストと乾杯して、まあ、お話しするみたいな感じで。なんかでも面白いですね、コンビニのものを。コンビニのものをなんか掛け合わせて美味しいのを作ってるっていう。いやいや、そうじゃなくて、そうじゃなくて、もうたまたま話してる最初でちょっとつまみがあった方がなんかこうお話がメインのお話。あ、そうなんですよ。別に食べると飲むよりかはただゲストと日本についてお話しするチャンネルです。そう、でもラナのチャンネルはね、外国の方から日本でカルチャーショックとかいろいろ何を受けたとか、それを全部聞くと本当に面白い。みんなはいろんなこと言うから、あ、なるほど、そういうところは気がついたかとか、なんかすごい面白い。赤だしとシンコとガーリックライス、ちょっと私もガーリックライス。なんか味が薄いものがすごいイメージがありますよ。でもこれはすごい味が濃くてすごい美味しい。美味しい。私はこれめっちゃ美味しいと思います。これはこのキュウリは私たち のロシアのあるでしょ、ピクルスのミクルじゃないですか。なるほどね。でしょでしょ、うん、確か確か、そう言われてみると、うん、すごい似てる。全然わからなかった。これ何ですか？からしをちょこっと、からしです。からしをちょっとちょこっとだけ、もうほんのそれを多いぐらいか。多い、ちょこっとだけ、本当に辛いですから。じゃあ、辛子につけて、はい、辛いです。辛子につけて、うん、美味しい、うん、本当に美味しい、このガリガリ。肉の味がすごく強い。そう、お肉いっぱい入ってるから、そうそうそう、肉たっぷり、うん。しば漬けって中に入れてるところがないと思いますけど、はい、なぜ入れようと思ったんですか？ちょっとポリッとして。あー、なるほどね、ポリッとアクセント。あ、これも美味しい。ん、大根ですよね、しば漬け。大根、あ、それは大根。その大根はね、違う味がする。そう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 、なんかわかんない。あれ何の味かな、これ。これはぬか味噌です。あー、なるほど。なんかちょっと癖が強いっていうか、癖が強い。でも私大好き。旦那さんのお持ち帰りですよね。はい、なんか そういうつもりは全然ありませんでした。いや、でも明日は食べるとこのガーリックライスとても美味しいです。私いつもお持ち帰りしてます。いただきます。お願いします。ありがとうございます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。今日はありがとうございました。本当に美味しかった。いつも美味しくいただいてる。美味しかった。ありがとうございます。すごい。
どうもありがとうございました。ありがとうございます。とても美味しかった。ありがとうございます。またお願いします。美味しかったね。めっちゃ美味しかった。もう全然初めて食べたやつ。肉美味しかった。もうお肉がもうでも量がすごい多い。量多い。それでね、量多いで鉄板焼きというのはすごい高いイメージじゃないですか。そうものすごい安い。あ、そうですか。そうだから、あのすごいリーズナブルなプライスで鉄板焼きあんなに美味しく食べられるのは、だから私ここハマってる。もう1週間3回も行けるから、安いから。いや本当にもしあの高かったら来れないじゃん。まあですよね。でもそんなに高くないから1週間3回、2回でも1回でも来れる。とても美味しかった。